こんにちは。皆さん、お元気でしょうか？日本語が上手な、テレビでおなじみのディープ・スペクターです。自由移民党って飲み会が大好きですよね。自由移民党って、星本流、褒めまくり、テレビさんがよく言ってますけど、私は別の呼び方をしようと思うんです。自由民主党ってどうですか？自由移民党も自由民主党も的を得てますよね、笑い。まあ、私はアメリカ人なので、これ以上言うと内政干渉だろって文句言う人も出てくるので、今はあまり言うのやめときますね。とりあえず今はね、笑い。まあ、アメリカも日本も言論の自由があるので、言いたくなったら言いますけどね。それでは、皆さん一緒に行ってみましょう。自由民主党。そうそう、自由移民党って言い方もすごく気に入ってますよ、笑い。冗談です、褒めまくりです。今日は中国の話題についてお伝えします。題して、フィリピン、ベトナム猛反発。中国の海警法、戦争を仕掛けるという脅迫だ、です。それでは、早速行ってみましょう。産経新聞によりますと、中国が中国海警局海警に武器使用を容認する海警法を2月1日に施行することを受け、南シナ海の領有権をめぐって中国と対立するフィリピンとベトナムからは強い反発の声が上がった。海警法によって中国による南シナ海の実効支配が強化されるとの警戒感が一段と高まっている。フィリピンの六神外相は27日、ツイッターで、法律制定は主権者の特権だが、南シナ海は開かれていることを踏まえると、海警法は戦争を仕掛けるという脅迫だと批判。抵抗しなければ海警法に服従することになるとし、外交ルートを通じて抗議したことを明らかにした。ベトナム外務省も29日の声明で、ベトナムは、国連海洋法条約に基づいて、水域の管轄権を証明する、十分な法的根拠と歴史的証拠を有していると改めて主張し、中国を牽制した。東南アジア諸国連合、ASEAN と中国は、南シナ海の紛争抑止に向けた行動規範、COC の年内策定を目指しているが、海警法施行は、この作業にも影響を与えそうだ。フィリピンのオンラインメディア、ラップラーは、COC は、策定前に死んだも同然だと指摘した。以上です。皆さん、どう思いましたか？どう感じましたか？褒め、まくりの感想は、当然の反応だなと思いますよね。これって、準宣戦布告みたいなものですよね。当然相手国は、反発があって当然だと思いますし、相手がそう出るなら、今度はこっちがこう出てやるっていうのが普通ではないでしょうか。さて、日本の反応はどうでしょうか。産経新聞によりますと、親中派の茂木外務大臣が会見で、この法律が国際法に反する形で適用されることがあってはならない。日本の領土、領海、領空を断固として守り抜く決意の下、冷静かつ毅然と対処していく。と述べたそうです。笑いそうになったのは褒めまくりだけでしょうか？笑い。今まで一度でも毅然と対応したことがあったのでしょうか？大笑いしそうです。褒めまくりは毅然ではなく唖然としてしまいました。笑い。そして外務省幹部は海警法が施行されるかどうかに関わらず、自国の領土を守るためにやることは変わらないと強調する。またもや唖然としてしまいました。笑い。守るためにやることは変わらないとは、一体何をやるんでしょうか。今まで何かやったことがあるんですか。具体的に教えてほしいですよね。笑い。あ、何をやるのか外務省が言いたいことが分かりました。中国と経済の濃厚関係を築いて、カジノをやって、チャイナマネーを受け入れたり、中国移民、中国犯罪者を、どんどん受け入れるから。尖閣諸島に入ってこないでくださいって、お尻を振るってことなんですよね。
やることは変わらないっていうことは、今まで通りにお尻を振るってことなんですよね。どうなんですか？また、加藤勝信官房長官も記者会見で高い関心を持ち、注視していきたいと述べるにとどめたらしいんです。抗議すらしないんですね、笑い。注視ですか？見つめるってことですか？なぜ、ベトナム、フィリピンのように抗議声明出さないんですか？産経新聞も呆れ果てているみたいで、記事にこう記述されていました。懸念、注視の表現について、外務省は、主権侵害や国際法違反があったわけではないと説明する。領海侵入に対する日本の度重なる抗議を受けても、中国は、尖閣の領有権主張を改めず、領海や接続水域への侵入は常態化している。海警法への日本政府の踏み込んだ対応が求められるが、現時点でその気配はない。いやはや、この産経新聞の記者の記事を読んでも呆れ果てているのが、如実によくわかります。この産経新聞の記事も褒めまくりのように、日本政府に対して嫌味を込めて記事を書いていますよね。懸念、注視しか表明しない日本政府。外務省は主権侵害や国際法違反があったわけではないと。まるで中国共産党の代弁者のように、まるで中国共産党の広報官、中国共産党のプロパガンダ要員のように、中国共産党の主張を代弁しているみたいです。中国を擁護していますよね、笑い。領海侵入し、我が国の領海において、我が国の漁船を追い回し、今度は、銃撃するとまで、世界に公言しました。そして、日本の外務省は、中国共産党が、我が国の主権を侵害したわけではないと、ちょっと、理解不能なことを言っています。ジャパンの外務省は、チャイニーズのハニートラップにかかってしまったんでしょうか？これが主権侵害でなかったら尖閣諸島が奪われても主権侵害ではないっていうつもりだってことなんですか？何をされても主権侵害ではないと言い張るつもりなんでしょうか？これ日本の外務省の発言なんですよね。呆れて物が言えません。数年前日本の海上保安庁の船に体当たりしてきましたよね。これも主権侵害ではないんでしょうね。公海上ではないんですよね。日本の領海内なんですよね。接続水域でもないんですよね。日本の領海なんですよ、日本の領海。呆れて物が言えません。大東亜戦争以前から、日本政府も、外務省も無能だったことは、皆様もよくご存知だと思います。現代に至っても、日本政府も、外務省も相変わらず、無能だっていうことがよく分かったんじゃないでしょうか。中国は海警法を作って日本の領海内で日本船に対し合法的に銃撃できる法律を作りました。日本は何もできずに日本の領海内で中国船に対し何もできずに中国の行動は主権侵害ではありませんと応援しています。まさに異常ですね、笑い。外務省が言っていることが正しいのなら、中国の領海に日本の海上保安庁の船を派遣して中国の漁船を追い回し、同じく海警法の日本版を制定して中国の領海内で中国の船に対して合法的に射撃できる法律を制定してほしいですよね。そしてどこでもいいですが、香港島でも海南島でもどこでもいいですが、そこの島は日本のものだと主張してほしいものです。笑い。外務省さん、これって主権侵害ではないんですよね。笑い。ついでに体当たりしてきてくださいね。呆れて物が言えない日本政府です。褒めまくりはこう思います。日本が攻撃を受けた場合、もうその当該地域は日本の施政権が及ばなくなります。日本の憲法も法律も適用できなくなるわけです。スピード違反の自動車が通っても、道路交通法違反で切符を切れなくなるわけです。よって、その当該地域に関して、日本の憲法、その他法律を施政権が及ぶようになるまで一時停止し、
ありとあらゆる武器を使用して奪い返さなければなりません。戦争とは無法状態になるわけです。その時に憲法はどうなんだ、憲法9条はどうなんだ、集団的自衛権はどうなんだ、敵基地を攻撃していいのか、有事に際してあらゆる問題が噴出してくるでしょう。そんな法的なことに対応している暇がなくなります。よって戦闘に突入した場合は日本の法律をすべて停止して施政権を回復させるように、ありとあらゆる武器を使って敵に反撃するべきです。当然敵基地を攻撃する必要性も出てきます。敵が核ミサイル戦術核使う恐れさえあります。そのために日本も核兵器を持つ必要があります。戦争とは綺麗事ではありません。どっちが強いのか、ただそれだけです。勝者が戦後の法を作ります。日本も核兵器を持つべきでしょう。仮想敵国が核兵器を持っているんですから、日本も持たなければ勝てません。敵が使用しなければ日本から先制攻撃で使うわけでもないのですから、防衛用核兵器を持って当然だと思います。そもそも現代の核兵器は攻撃用ではなく防衛用の兵器です。尖閣有事において中国は日本本土へ通常のミサイル兵器を撃ってくる可能性も当然あります。その際報復として日本も敵の基地に通常ミサイルを撃ち込む必要があります。憲法9条違反だとか言う人もいると思いますが、当該地域において戦闘地域において日本の憲法9条を守りたいと思っていても、日本の施政権が及ばなくなっているのですから、守ろうと思っても守れないですよね。憲法を守れというのは本末転倒です。法律を施行できなくなっているからです。尖閣諸島が奪われれば日本の憲法を当該地域で行使できなくなり、尖閣諸島で中国の法律が施行されるようになってしまいます。ですから憲法9条をまたその当該地域で施行できるようにするために、ありとあらゆる兵器を持って使って何がいけないんでしょうか。お亡くなりになられた台湾の李登輝元総統がこう言いました。日本の政治家は東京や法律でしか物を考えられない人ばかりと批判していました。戦争とは無法状態になるんです。その時に法律を守ろう、憲法を守ろう、そんなことを言っている場合ではないんです。世界に向けて日本の首相にこう宣言してほしいなと思います。日本が攻撃を受け戦闘が開始した場合は、日本の憲法を一時停止し、ありとあらゆる兵器を投入し敵基地も含めて反撃に出ます。こう宣言してほしいなと思います。以上です。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。